こんにちは、ガスパと申します。よろしくお願いします。今回はですね、このチラズアートさん、もう毎回ねワンコインで遊べるようなホラーゲームを出してくれるんですけど、そこの最新作ということでこちらでございます。行方不明というね、ミッシングチルドレン、ミスチルかな、このミスチルをね、今回やっていこうかなと思っております。で、あの明るさとかそういった設定をしてこの画面に戻ってきましたので、初めからお願いします。画質荒いな。もしもし。おう、佐藤、久しぶり。お久しぶりです。山田さんですよね。おう。いじめ探偵になったそうじゃないか。あの事件の後で辛かったとは思うが、お前はよく頑張っているよ。尊敬する。そういうお前だからこそ、今日連絡させてもらったと。今回の件については、俺たちよりお前の方が理解できると思うんだ。詳細は後で説明すると。あの交番で待ってるからな。あの交番？じゃあ。いや、随分一方的に仕事を押し付けてきたけど、その山田さん。何なんでしょうね。いじめ探偵。私はこの女性の方なんですね。佐藤さん。お、来た。いや、もうこのチラズアートのゲームはね、私何回かやってるので、交番で待ってるっていう。で、入っていいんですかね。まあ私探偵ですから、いじめ探偵かな。だから入っていいんでしょう。うわ、いるわ、誰か。あれが山田か？おい。よし、じゃあ入らない。うん、入らない。まだ入らない。ここら辺を見て回りたいんだ、俺は。うるさいな。ここら辺行きません。こっちじゃないと思う。あ、じゃあ合ってるんですね。はいはい、行きましょうか。で、なんだこのナンバープレートはよ、おい。お前ら、猫の目交番とか怪しいもんばっかじゃねえか。車高はどうなんだ、これは。おう、車高の低さは知能の低さと比例するんだぞ。覚えとけ。お願い。落書き、ステッカーはご遠慮ください。ご協力お願いします。お前ら随分舐められてるじゃねえか、お前ら警察もよ。よし、頼もう。お前が山田か。来てくれてサンキューな。今日一日で中学生が3人も行方不明になってしまったんだ。ああ、ほんと。船橋かな？船橋と一緒に子供を探してくれないか。で、船橋は口はあまり良くないが頼れるやつだ。今、交番裏で休んでいる。声をかけてやってくれ。それともう一つ。セーブをしたい時には俺のとこにいつでも来たらいい。セーブ？あ、セーブができんの。チラズアートはね、だいたい単発でクリアできるような、ホラーゲームがほとんどなんですけど、セーブができる？なんだ、そこそこ長期戦なのか。300円以下で買ってたんだかな、このゲーム。猫を探しています。名前、ミネイ。もっといいのあるでしょ。見かけたらご連絡ください。07382、あーなんだよ。番号があれば俺今すぐここでね、電話してたけどね。番号書かれていないということはまあ、おー、わーお、ホラームービー。ナルミヤ、イツキ、あなたに届けたいホラーの楽しさ。なんだお前、この VTuber 好きなのか。おい、山田。男女兼用トイレとか、ここで絶対台したくねえわ。どこだ、裏にいるのか。裏にいるの、おお。びっくりした。え、鼻ないやん、お前。前から見りゃあるけど、横から見たら鼻がない。な、起きろ。働け。ああ。急に話しかけてくるの、マジやめてくださいっす。心臓止まりますから。あなたが探偵さんっすか？はい、探偵をやっている佐藤です。こんなか弱そうな女の人、本当に頼りになるんすかね？お前、警察だろ。偉い偏見いきなりかましてくるな。まあ、しょうがないっすね。僕ら警察よりもいろいろと知ってるとのことなんで、手がかりになるものはありますか？そうっすね。行方不明のこの一人の友達によると、行方不明になった三人はインターネットのチャットを通してコミュニケーションを取っていたそうなんですよね。なのでまずは水木さんの家に行くしかないっす。なに。なんだあいつはよ。おい、ちょっとお前。山田。どうしたじゃねえよ。俺が聞きてえわ。ちょっとセーブしようか。おめえも鼻ないんか、そんでよ。どこ行きますか？水木んちだ。ここか？あ、ここ水木さんち？おい。あれ？あれ、お前パトカーどこ？ああ、あったあそこか。なんだよ、パトカーも取られたんか、お前。どこ行きますか？ちょっと待って。ここ水木さんちでしょ？うわ、ちょっと怖くなってきたね。あそこ？ん？何あいつ？え、何こいつマジで。この風車のおもちゃは変。どんなに振っても、絶対に回らないんだ。楽しくない。え、なんなお前マジで。耳ねえし。どうして思いをしているの？聞いてくれてありがとう。マスクが足りなくて困ってるんだ。僕たちのためにマスクを探してきてくれない？僕たちはマスクがないから家から出られないんだ。だからマスクの代わりにお面をつけてるの。
うわ、鬱陶しい YouTuber だな、おい、まったく。家にいろよ。はいはい、もういいよ。お前なんだっけ名前。藤原だっけ。もう忘れたわ、お前の名前。はい、ここがここですか。行きますよ。はい。もう音でっか、うるさ。何？ん？おお。あ、なんだ。なんだよお前。誰で。家になんのよ。あの水木さんのこと、水木のことなら家にはいませんので、家に入れる必要はないでしょう。水木がいなくなっても、私も気が気じゃないのよ。ちょっと話しかけないでもらえる？あなたは警察でもないのに。何様のつもり？一方的すぎるわ、もう。なんだよ。何も言えなかったし。探偵だもん。確かに警察じゃないけど、ちょっと裏の方回らせていただきます。あ、草生い茂ってるしさ。犬小屋？犬がいるかな？ん？あ、いた。ワンちゃん、ん？死んではいないみたい。ちゃんと息はしてる。かなり老いた犬ね。は？ん？なんで？なんでこんな風にほったらかしてんの？うわ、この辺のレンガとかもほらさ、レンガかこれ。穴大きくない？もうえぐいセメント使うぞ、じゃあ。あの、一周してきたんだけど、おいお前聞いてたかよ。そこで突っ立ってんじゃねえよ。おい、来いよ。どこ行きますか？あ、あった。ほら、一緒に来てくれませんか？いいっすけど、僕、こういうのは苦手なんですよね。お願いします。警察じゃないと話したくないみたいなんです。もう、わかりましたよ。でもどうなっても知りませんからね。なんだよ、お前。なんだよ、お前。どうなっても知りませんからね。なんだよ、お前。殺すんか。ちょっと待て。頼むぞ、藤原。押すぞ。はい。来た。来るぞ。来るぞ。お、来た。どんなドアだそれ。またあなた、うん、今回は実際のおまねさん連れてきたよね。でも連れてきたところで家に入らせることはできないわ。用がないならもうあっちに行って。え？いや、お前なんかしろよ。何やってん。残念っすねじゃねえよ。なんちゅう顔しとんね。しょうがないっすよね。とりあえずあきこさんのとこ行くっけないっすね。あさっての方向を向くな。お前なんだよ、役立たねえな。なんとか説得できるものがあれば。あ、なんかアイテムを持ってこなきゃいけないと。そういうことですかね。で、お前何しとんねん。行くぞ。アキコの家、アキコの家でしょ。アキコ。アキコんちこれ。アキコんちちゃうやん。絶対違うぞ、お前。おい。びっくりしたな、もう。藤原。どこ行きますか。あ、はい。ちょっともうちょっと見回る。な、ここ？な、まっすぐ行きゃいいの。新聞記事1。家庭内暴力か、中学生男子死亡と。9月14日、愛知県名古屋市で佐藤匠くん、12歳、が亡くなっているのが発見されたと。彼の体には無数の傷があり、警察はシングルマザーである彼の母親が暴力を振るっていたのではないかと疑っていると。スペースバーで閉じる。ほうほう、新聞がここに落ちてると。おい、渡辺。いや、あの、チラズアートのゲームはね、もう疑わないでサクサク行った方がいい。結構ね、お使いイベントだから。こっち？どっち行くの俺。階段っぽいのがあるな。こっちですね。あ、まあ、シフト押せばちょっと走ることができるんで。あ、この家？ここがアキコさん家かな。はい、失礼します。ちょっと今の怖いね。誰もいないと。ここは？あ、ここは何も押せない。で、ん？日本ガスがあるということは人は住んでるよね。これはなんだ。おい、なんか右にいるぞ。なんだあのバーバーは。うわ、いるね。こういう顔の人いるよね。はい。はやはや、びっくらこいたわ。腰が抜けると思ったわ。どちら様やな。すみません。佐藤と申します。アキコさんがいなくなったと聞いたんですが、少し家の中を見せてもらってもいいですか？あれ怖い。アキコ大丈夫なんかいな。すごく心配しとるんやさ。アキコを探して見えるんか？すんませんね。アキコ頼むさな。家は好きなように見ていきない。家の中に入ってもいいということだろうか。ありがとうございます。あれ、お、え、なになになに、アキコさんのところ、ここ？いける？俺。入る、はい。ん？おぉ。あ、ちょっと怖くなってきたね。入れるかな？鍵かかってる。あのおばあちゃんならなんか知っているかも。いや、聞いとけし。ここは行くよ。3、2、1。
いや、食っとけよ。なんでこんな全部途中までなんだ。ゴミ多くない？そんで、テレビ画面もそこそこ大きいし。うわぁ。あ、電話だ。これ後ですげえ音鳴るよ、多分。すげえ音鳴るよね。それは知ってるぞ、俺。なんだその締め方はよ。おばあちゃん？おばあちゃん、ちょっと入れなかったところがあるんですよ。ちょっといいですか？そこら辺に鍵みたいなもんがおっとったような。なんやさ。おお、びっくりした。なんだよ。そこら辺に鍵みたいなもんがあると。おお。どれだっけ？これか。で、あきっこの部屋の鍵と。そして、開けれる。よーし、開けたぞ。うわー、怖いな。なんかザーって言ってる。なにこれ？鍵？また鍵だわ。これ？うるさい。なんだ、辞書がいっぱいあるな。で、これなんだ？ひどい落書きがされてある。かわいそうに。ひどい落書きよ。なんか聞こえる。いやいやいや、なんか聞こえるぞ。あ、ほら、やっぱり来てる。なんだ？もしもし。どちら様でしょうか？かすかではあるが、誰かの歌い声が聞こえる。うん。なに誰？うわ！あ、怖い。怖いわ。ちょっと待って。圧巻！懐中電灯はつけっぱなんだけど、なんだよ。あ、なんだし、なんだよ。おお！誰？誰？何持ってんのお前。あら、どうしたの？お母さんとお父さんはいないかな？いな。いつ頃帰ってくるかな？何持ってるの？犬？何？犬の餌？なんで犬の餌なんか持ってるの？ねえ、降りてこない？これ以上話したくないか。でもあまり警戒してなさそうね。犬の餌？この犬の餌と何か交換すれば、横たわってた犬にあげれるかな。出よう。あ、怖かった。いきなり暗くなるから。いやー、はい。ちょっとこっち側行きましょう。おーい！なんだ、わあ、藤本が何なんだてめえは。どこ行きますかじゃねえよ。タブ。倉庫の鍵。あ、倉庫の鍵？ここ倉庫だったりする。お！ここが倉庫。あ、いいですね。なんだこれは。お守り。あ、岬って書いてある。ん？あれ？おばあちゃんがいなくなりました。あ、いや、とりあえず、ちょっと、渡辺のとこ行って、あ、いた。お、渡辺、ちょっと、水木の家です。そう。このお守りがあれば、いけるんちゃうん？ちょっといいっすか？すいません。うるさいんだよ。これは水木の大切なお守り、どうして、家を調べることで、水木を見つけることができるって言うなら仕方ないわね。水木の部屋を見てもいいわよ。うわ、ヒールが似合うな、お前、その立ち方。何それ？ゴールドエクスペリエンスレクイエムとか言い出しそうだよね。え？このジョロのジョバーナには、夢がある。あなた、覚悟して来てる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟して来ている人って、わけですよね。やべえ、ずっとできるわ。ああ、いいね。見せ方うまいね。ポージング。ほらほらほら。もうめっちゃ写真撮るよ、俺。腕が変だな。お前のその顔、まさか後頭部じゃねえだろうな。抜け作みてえに。クソババア。やべえ、ずっとできるわ、俺。で、ここが。あ、ここが水木ちゃんの部屋かな。はい、失礼します。おっと、何？今夜はオッケーよみたいな？イエスの枕じゃん。今夜はオッケーのまま彼女は行方不明。早く進めよ、もうガスパ。ん？パスワードがないと入れない。お、なに、彼氏にオッケーサイン出したまま行方。とても幸せそう。彼氏、木田誠一郎って名前なのね。ん？何？なんか、カシャーって言うけど、え？これ？なんでこんなとこに？ここら辺は？
マーサー、あれか、クソババアの部屋か。空いてるし、じゃあちょっと見せてもらおう。探偵だからな、いろいろと調べなければいけない。なんだこれは。ん？フェイスマスク？え、でかない？ここにあったやつでしょ？ちょっとした服みたいな、そんな感じでしょ？で、これはなんだ？早く別れて。聖一郎くんと付き合ったこと後悔してるの。本当にありえない。みんなに言うのも恥ずかしいくらい。聖一郎くんはお金もないし頭もそんな良くない。スポーツもできるわけじゃないでしょ。はっきり言って全く釣り合ってないの。私の人生にあなたは必要ないの。お母さんもあなたと別れるべきって言ってるわ。水木って。水木ちゃんが書いた。違うよね。これお母さんの部屋だから多分ババアが書いたんでしょ。うん。スペシャル。おなんなんだよ、ジョルノ全く。ジョルノっつっちゃった。どうして私の部屋にいるの？私の部屋を見る必要はないはずでしょう。まあ別にいいわ。そういえば最近水木は友達とよく会ってたわ。確か、かなえちゃんって言ってたかしら。かなえちゃんの家に行ってみたら。なんだよ、まったく。口くっせえんだよ。フェイスマスクしてやろうかってめえ。まあいいや。で、確かこのフェイスマスクを必要としていた男の子いたよね。ひょっとこのお面かぶってる。もうええわ、出るわ。じゃあな、ババ。確か、ひょっと、おーい、もう、渡辺何なんだよ。だけど、てめえの拳銃バナナに変えてやろうが。はい、持ってきたよ。はい。ありがとう。これで安心して外に出られるよ。そうだ。この、肩車回らないけど、あげる。おう。あ、くれたの？回らないけどあげるって、お前そこに入ったのか？お前家なのか？そこ。赤い肩車、まあ、どっかで使うんだろうな。よ、橋本、行くぞ。カナエの家に行ってみたらって言ってたから、ちょっとカナエの家行ってみましょうか。うん。まあ、指示通り行った方がね、もうサクサク進めるということです。なんやねん、お前そんで、そこでよ。何しとんねん。緑の持ってるよね。いや、何されているんですかと。ああ、ただの草取りだよ。そうなんですね。この草取りは骨の折れる作業ですね、と。そうなんだよ、大変なんだよ。すげえ顔してる。でもこの場所は私有地ではないんだよ。そうなんですかと。それではあなたはどうしてこんなに遅くにここの草取りを？それはな、ここの家の人に雇われたからだよ。でもよく文句を言われてしまうんだ。私の仕事は彼らにとって遅すぎるらしい。そんなに文句を言われて辞める気にはならないんですか？まあ彼らはよく支払ってくれるからね。差し支えなければいくらで引き受けているか教えていただけませんか？一箇所片付けるたびに100円くれるよ。100円？うん。とにかく仕事を早く終わらせたい。草取りが進むようなものがあったら持ってきてくれないか。草取りが進むようなもの。傘車。それを渡せばこの傘車くれるのかな。とりあえず傘車を集めてみましょうか。で、俺さっきから気になってたけど、これ。あの人だよね。多分あれだよね。このチラズアートのゲーム開発に貢献した人たちというか、まあ、いくらか支援してるんじゃないかな。うん。もしかしたら俺の名前もあるかもしれないね。うん、最近伸びてるし。まあ、一銭たりとも俺は出してないけどね、このゲーム作るのに。あ、ここ？階段これ。登れる？階段。怖い。ここ？誰もいないのかしら。誰もいない。もうノックもできないし。なんなんで。周り探索したけど何も確かめるものがなかったんで、ここは一回降ります。どういう降り方したお前それよ。誰だお前は。さっきまでなかったぞ、そんな車。おぉ、法令線がえぐない、ちょっと。君たち私の家に何か用があったのか。あ、あなたの家ですか？カナエさんがいなくなったと聞いたのですが、何か心当たりはありませんかと。私どももそれがわからなくて困っているんだよ。そうだ。家の中で何か見つかるかもしれない。よかったら見ていってくれ。おぉ！なあ、もう、なんでさ、この世界の人たちはなんでまっすぐにしか来れないのか、お前らは。まだ進化途中なのか、あなたは。進化しきってないでしょ、人間に。ちょっと猿っぽいよ。どうやって入ったんで、そんだよ、お前。開けとけ。ん？なになに？ん？なに？お？なってるんですか？うわ、浴びるように飲んでる、この人。またラジオがあるな。これか、ちょっとラジオうるさいんだよ。ラジオ切りたい。新聞記事にと。中学生男子の自殺が判明。シングルマザーの悲しみ。
9月14日、愛知県名古屋市で発見された佐藤匠くんね、はい、の死亡原因が自殺だということが警察の調べにより明らかになったと、シングルマザーとして頑張ってきた母親は、悲痛な思いで涙を流していると。もう解決には死んだよ。おかしい。お父さん必要なもんとかあれば何でも言ってくれじゃねえよ。ちょっと、じゃあちょっと2階行ってみようか。かなえさんの、こっち？こっち？こっちか。おっと。ここ？ここがかなえさんの家？これはなんだ？鍵がかかっているみたい。ツアー2005、タニコ。知らないな。あ、この、俺この鳥大嫌いなんです。すげえうるせえ。じゃあちょっとお父さんに聞いてみようか。あの鍵かかってるんですけど、って。はい。かなえさんの机の引き出しが開かないのですが、鍵は持っていないでしょうか？いやー、持ってない。何か手がかりになるものがあればと。手がかり？うん。かなえが小さい頃はいつも家具の裏に物を隠してたと。でもだいぶ昔のことだけど、え？なんか調べられるようなものがないっていうか。家具なくね？家具全然ねえぞ。俺の部屋よりスッキリしてるわ。何なんだここ。あれ？なんか天井にもう一つ部屋が映ってるというか、ほら。家具がねえ。あ、びっくりした。なんで家具の裏ってお前そんな。家具の裏なわけねえじゃん。あれ。お父さんがいなくなった。うるさい。お父さんいなくなったぞ。あ、ビールだ。どこの銘柄だ？夕日。夕日。朝日じゃねえんだ、夕日。まあいいや。お！なんていうの？手のちき手よ、青日ハロ。何言ってるんだ？え？何？手のちき手よ、青日ハロ。手のちき手よ、青日ハロ。何言ってるかわかんない。わかんない。ちょっと。とりあえず、あの、鍵を見つけたんで、ここの引き出しを開けて、とっととずらかりましょう。もうめちゃくちゃ手に入れたな、俺。かなえの机の鍵。ノートだ。今日もお父さんとお母さんが喧嘩をしてたと。うん。二人とも怒鳴り合ってて、すごいうるさい。今日はお父さんがお母さんのご飯の味付けが薄いって言って怒ってた。私は美味しかったけどな。次のページ。はい。今日も喧嘩。毎日喧嘩しててこっちが疲れる。今日はお母さんがネットでバッグを買ったことに対してお父さんが怒ってた。バッグを買った。なんかジョルノが言ってたよね。空っぽのバッグだけですけどね、みたいな。今日の喧嘩はお母さんが怒ってた。お父さんが飲み会ばっかりでお金がなくなるって、そしたら お父さんがご飯が美味しくない。家にいてもつまらないからだって逆切りしてた。今日は私の誕生日。ああ、でもお父さんもお母さんも覚えちゃいない。おめでとうの一言もなかった。それどころかまた今日も喧嘩してたと。嫌になる。しかも私の成績について喧嘩してた。私は中の上くらいでそんなに成績悪くないはずなのにな。悲しくて呆れる。今日も喧嘩。喧嘩ばかりして飽きないのかと思う。家に居場所がない。いつも二人で怒鳴り合ってて本当に嫌になる。二人の怒った声なんか聞きたくない。早く終われと思う。毎日。家出しちゃったのかなこの子は。うん。嫌だよね、そんな親。今日の喧嘩は一段とすごかった。絶対ご近所さんにも聞こえてるよ。恥ずかしい。今私の名前言った？私が生まれなかったら健康してないって。お父さんとお母さん出来婚だったの？本当は結婚する気なんてなかった？私さえいなかったら二人は、この先は滲んで読めない。ああ、泣いてたのかなきっと。きっと泣いてたんでしょう。鍵を家具の裏に隠したいところだけど、今回は枕の中に隠した。枕の中、絶対に忘れないようにしないと。あっちは犬に任せたらいいって水木が言ってたけど、あんな大事なものを犬に任せ大丈夫かな。枕調べられる。なんだ。え嘘だ枕の中隠してた。お、アキコのとこ行ってみる。あのお菓子いっぱい持ってたから、多分あの犬の餌を持ってた女の子いたでしょ。あの子にお菓子とかあげればあの犬の餌くれるかもしれないじゃん。はい、お願いします。うわ、いたわ、小学生の頃こんな男の子犬の持ってる犬の餌が必要なんだけど、よかったらこのお菓子と交換してくれる？あ、ほら合ってるわ。うん、ありがとう。ね、そういえばおばあちゃんがいないけど、そう、いなくなった。お守り取ったらいなくなったんだよ。どこ行っちゃったのかな。あのね、おばあちゃんはいないよ。私が生まれた時からずっと。お、なに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 、
怖い怖い怖い、やだやだ。あ、鎌手に入れた。あ、この鎌をちょっとあのおじいちゃんに渡せば草刈りがはかどるみたいなこと言ってたから、ちょっと私に関しては。お、橋本、車を出せ。おっさん、持ってきたぜ。さあ、バトンタッチ。そうだ、お礼を。お金はないので地面で見つけたおもちゃですが、あなたの手助けになることを祈っています。ご分を。お、え、また風車もらったけど、美味しい犬ご飯、これですね。はい、どうぞ。お、起きた。あ、かわいい。え、どこ行くのよお前。何これ。ドッグフードありがとうだって、あれ。ちょっと、そう、あのね、チラズアートってホラーなんだけどね、もうところどころ面白いんだよね。何これ、鍵がないと開けられないみたい。ああ、俺はもしかして持ってる、この鍵すでに。これじゃない、箱の鍵じゃない、違う。お、開いちゃった、どうしよう。何これ。何取ったお前。コンピューターのパスワード。あ、メールを見る、チャットを見る。お、いいですね。じゃあちょっとメールを見てみましょうか。ああ、ドキドキする。メールにはこう書いてあると。水木、彼氏と別れたって聞いたけど大丈夫？それもよくわかんない理由で。一方的に振られたって聞いたけど、水木って彼氏大好きで、彼氏命みたいなとこあったじゃん。ちょっと心配なんだけど、いつでも話聞くからね。バーク、チャットにはこう書いてある。水木、あれ持ってきてよね。わかってる。あの公園ね。遅れないでよね。あら、ちょっと、あ、公園行けるね。ちょっと待って、交番行っていいですか。ちょっと一回ね、セーブして、あれ、なんかこのメタボのジジイだよ。なんだかとても疲れているんだ。何もしたくない、動きたくないんだ。実は酒を買うのを忘れたんだ。この辺りの店で早く閉まってしまって、自販機にも最近は置いてない。自販機にも最近、あ、ほんとだ、最近置いてないよね、自販機に。そ、お酒、お前骨のありそうなやつだな。いや、女や。俺に酒を持ってきてくれ。頼んだぞ。酒を持ってきてくれ。俺、持ってるよね。あの、お父さんからいただいた。これでどうすか、ほら。夕日。お、神よ。ありがたい。ジーザス。あなたはヒーローのようなお方だ。おー、マイゴー。これを受け取ってください。ただの、あ、風車だ。少し違うと思っている。感謝している。お、なんだ、え、ちょ、どこ行くのお前、おい。逃げんな。あ、何、くそ。あいつ。風車多分揃ったよね。渡辺、ちょっと、この風車どこで使うね。公園行っています。ん、公園来たぞ。まあ、このチラズアートはね、毎回バッドエンドかハッピーエンドか2つあるので、まあ、なるべくね、ハッピーエンドを目指していきたいんですけど。あかん、ちょっと怖くなってきたな、俺。なんだ、さっきまで楽しかったのに。怖い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 、明るいとこ行こう。おい、ちょっと、ちょ、おい、あいつ来てんぞ、おい、渡辺、拳銃構えとけ。殺せ、そいつ、後で。え、なに、公園っつって、待って、公園行くわ、俺。明るいとこ、明るいとこ行って。え、あいつは？え？え、来とるかな？こっち来てるよ。明るいとこ、明るいとこ。あの、急に音で脅かすと。いや、絶対来るやん、こいつ。あの、急に、バーン来ないでね。こっち？え、こっちでいいの？え？ちょっと待って、後ろ？来てない。じゃあ、まっすぐ行こう。走るわ。やべ、すげえ怖い。え、来てないよ、ほんとに。あ、来てないね。ね、まっすぐ行けばいいの。あの、マップとかないからさ、もうわかんないんだって、何も。この先、橋へのバイク、自転車の進入を禁止しますと。え、ちょっと待って。あの、すごい怖いんですけど、そろそろクライマックスだよね。バッドエンドか、ハッピーエンドか、わかんない。一応、風車は持ってるし、ハッピーエンドなのかな。あ、なんかいる。なんかいる。なんかいるぞ。動かない。こっちを見てるな。え、すっげえ今怖かった。ちょっと待って。え、後ろはいないね。やべ、あの、もうバッドエンドな予感がプンプンするんだけど。もうビビらしてくるやつだ。やべ、怖い怖い怖い。
ここで終わり？人いるか？あ、人じゃねえな。行方不明って言われていた3人の子たちの靴かな。え、ここから飛び降りたのか。あ、え、あ、バッドエンドだわ。あー、なんだ、バッドエンドがクソ、ハッピーエンドちょっと見たかったのにな。はい、いやー、クリアしてしまいましたね。まあ単発でサクッとクリアできてね、笑えたりするんだけど、たまにはね、背筋が凍るような、怖さがあるのが特徴のね、チラズアートさんのゲームなんですけども、バッドエンドだったな。あと他にもね、なんか犬鳴きトンネルだっけ、それも確かバッドエンドだったよね。俺毎回バッドエンドなんだよな。だけどアイテムは結構集めたつもりなんだけどね、うん。興味のある方はね、あの概要欄の方にダウンロードリンク貼っておくので、ダウンロードして遊んでみてください。で、まあサクッと遊べるんで、あのガスパはバッドエンドだったんですけどね、ハッピーエンドを目指してやってみてください。どうもご視聴、あざっす、お疲れです。